どうもー、かげやんです。今日はね、僕の休日なんで、家族を助ける意味で、料理をしています。晩ご飯の料理ですね。まず酢豚ですね。酢豚を作ってるんですけども、酢豚を作ると言ってもですね、あれですね、何でしたっけ、中華名菜というね、その料理を助けるものを使ってですね、料理をしていくという形ですね。でまず、玉ねぎが必要なんで、玉ねぎを加えて、ほんでこの中華名菜の、酢豚っていうのをの料理を加えることによって、酢豚が出来上がるということになってるんでね、まず玉ねぎは切らなあかんと。でも他の料理はせんでということなんで、料理ベタな僕としてはですね、簡単にできる形になってるということですね。でまず、玉ねぎの、皮を剥いていきますということで、剥いていってるんですね。これはだから僕料理できないんですけども、誰でもできることになると思います。でまず玉ねぎを半分に割ってですね、こういうふうに、ほんで、玉ねぎを、均等な形に切っていくという形ですね。こんなもん誰でもできるということなんで、やっていってるという形ですね。これを、僕は毎週続けていってですね、なぜ酢豚かというとですね、うちのね、親父がですね、この酢豚を気に入ってですね、で、いろんな中華名菜にもいろんな種類があるんですよね。他にも、八宝菜とかね、チンジャオロースとかいろいろあるんですけども、今見えたのは、焼酎ですね。焼酎の中次郎という焼酎ですね。これはウーロン茶で割るとね、美味しい焼酎なんで、リカマンでいつも買ってるんですけども、で、これが焼酎を入れた、ところを見せているというところですね。ほんで、今ウーロン茶を、入れてるところですね。ウーロン茶を入れてるところというところですね。ほんで、これは見えた。ほんで、ウーロン茶をいっぱいに入れて、ほんで飲んでいるというところですね。で、その間に、油が温まってですね、準備をしていると。ここから、玉ねぎを入れていくという作業になります。これを喋りながらですね、僕はウーロンハイを飲んでいるというところですね。ということで、今ちょっとね、作り方をもう一回確認しているというところですね。で、確認して、これで OK やなという感じになって、玉ねぎを入れるという作業ですね。で、フライパン、油で熱したフライパンに、玉ねぎを入れているという作業になりますね。そうですね。誰でもできる、単純な、簡単な、作業になります。で、入れてですね。で、温めると。ちょっとね、強火で温めるんですね。強火で温めることによってですね、玉ねぎがしんなりしてくるという。で、しんなりしてきたら、中華名菜の酢豚の具を入れるという形になりますね。ということで、ちょっと、こうやってやってる間に、ウーロンハイを飲ませていただきます。で、ウーロンハイを飲んだところでですね、このウーロンハイを僕は、これは、何ですかね、ハイボールですね。ハイボールを2杯飲んで、ウーロンハイを、ですね、2杯飲んで料理を作ってて、で、今この声、音声を撮ってるのが、3杯目ということで、合計5杯目の、お酒を飲んでいるという状態になってますね。酔っ払ってるというか、ある程度酔っ払ってるという形になってるかなと思います。ということで、今、こう、炒めてるんですね。いい感じで炒めている感じですね。この時はお酒を飲んで料理を作ってるんでね、かなり気分のいい感じでね、
料理をしているという感じですね。あーっと、ここで、ちょっと温め、炒めてる途中でね、お酒を飲むという形ですね。お酒を飲んでるというところですね。で、これはもういい気分でほんま料理をしてるんですね。料理言ってもね、こんなもん誰でもできることなんで、料理とも言えないようなもんなんですけども、させていただいてるということで、うちの、料理を作ってる家族は、助かるということで、作らせていただいてます。まあ、それぐらいはね、協力というか、そういうね、ことをしたいなということで、木曜日のね、自分の休日はね、料理を作るということをしております。まあまあ、こんなもん簡単でね、中華名菜で、ほとんど料理のことを考えなくていいんでね、ちょっと切って炒めるだけという、誰でもできることですね。誰でもできること。うん、そういうことをやってるということですね。うん、で、こうやって炒めて、具の、その中華名菜の具を入れてね、温めていくところに、なんていうんですか、会社の、中華名菜の会社の方が、これは OK やと言って決めたも、ソースをね、味付けですね、これは美味しいと思われた味付けのソースを入れていくと。いうことなんで、ある程度ね、美味しいのは、間違いない。おーっと、ここでね、また、お酒を飲むということをしていますね。もうちょっと温めようかと。もうちょっと炒めようかということで、お酒を間に入れましたということです、ですね。で、炒めていますね。炒めている、炒めているということですね。うん、で、まだ炒めてますね。なかなか、しつこく炒めてるということですね。うん、で、おっと、ここでね、ソースを入れると。ソースを入れる。で、これが仕上げですね。ソースを入れて、もうちょっと温めて出来上がりということになるんですけども、このソースをしっかりと入れてですね。で、炒めるという形ですね。こんなことは誰でもできると、何回もさっきから言ってますけど、誰でもできる料理ということになります。その代わりね、味はね、結構美味しいかな、というふうに思います。前ね、トップバーズでね、これまずいなって言ってる人がいたんですけども、僕はね、結構美味しいと思うんですね。これ200何ぼですね。200何ぼで、これで家族3人がね、食べて、美味しいと、こう満足しながら、いただける料理なんでね、これはお得かなというふうに思ってますね。酢豚を例えば中華料理屋で食べるとしたら、500円、600円するかもしれないんですけども、これ3人分で、200ちょっとで済むということですね。まあ玉ねぎはいるんですけどもね、こういうことができるということで、ものすごくありがたいということですね。今は便利な時代ですよね。ということで、ちょっと、ウーロンハイを飲ませていただきます。料理中の僕も、ウーロンハイを飲んでるということですね。今、ウーロンハイを飲みました。ということで、もう出来上がりまでもう少しになってるかな、ということになっておりますね。で、お皿を用意して、もういよいよできるかな、というところになっております。今は何をしてるんでしょう。どうして手を離れたんかなと思いますけども、ちょっと家族にね、なんかを聞きに行ってるんですね。聞きに行ってるんですけど、内容は僕もちょっと忘れてしまいましたね。ということで、かなり酔っ払ってるかなという感じの、解説になっておりますけども、ご了承くださいという。おーっと、出来上がりましたね。出来上がったものを、さらに、移しております。移しております。ということで、完成ということで、ありがとうございます。次に移ります。ということで、次は2品目ですね。2つ目の、料理を作っていっております。2つ目の料理は、赤だれコチュジャン味ですね。牛ホルモン炒めということで、コテッチャンですね。これを、作っていきたいと思います。これはですね、うちの親父、さっきも言いましたけども、うちの親父がですね、
このコチュジャン味を美味しいと言ったんで、2品目にさせていただいております。ということでこちらもね、玉ねぎが必要なんですね。で玉ねぎの皮を、剥いていってですね、んで切っていくという作業になります。で皮をしっかりこう酔っ払ってるんでね、ちょっと雑な感じになってると思います。今ちょっとね確認してますね、作り方はどういう感じかなということを確認しております。簡単な、作り方なんですけども、いちいち確認しているということですね。でこれは1センチ角にね玉ねぎを切っていくということが書いてあったと思うんですけどもね。でこれを切りながらですね、ちょっとね、なんていうんですか、玉ねぎを切ると、目がしょぼしょぼするというか、ちょっと涙が出るところまでは行ってないんですけども、そこまで細かくは切ってないんですけども、ちょっとね、目にちょっと、刺激が与えられた感じですね。でここでおーっとあれですね、フライパンに、サラダ油を入れてですね、ちょっと温めてるという感じですね。でここで、玉ねぎを切ってるというところですね。もちろん、包丁は慣れていませんということで、全然慣れてない状態で切っているという状態が作っております。で玉ねぎと、キャベツですね、キャベツが必要なんですけども、キャベツは、買いましたということですね。うん、後で移ると思います。牛ホルモン炒め、中身を準備するために今開けております。開けている状態ということですね。でホルモンが入ってる、コチュジャンの入った、美味しい、僕は美味しいと思うんですけども、親父も美味しいと思ってる、他の人は分かりませんということで、開けていると。で準備をして、おーっとここでねお酒を飲むと、ウーロンハイを飲むと、ウーロンハイをしっかり飲んでいくということですね。ウーロンハイを飲んで、いい気分になりながら、料理をしているというところですね。でこれが、今見せておりますね、キャベツですね。キャベツ、キャベツをもういきなり入れましたね。キャベツを入れてですね、しんなりするまでね炒めていくという形ですね。しんなりするまで、おちょっと飛び出しましたね。んでしんなりするまでこう炒めていくという形ですね。ちょっと、休憩として、ウーロンハイを飲ませていただきます。ウーロンハイを、今飲ませていただきましたということで、ちょっとね、しょんべんに行きたいなという感じになってるんですけども、最後まで、しっかりと、音声を取っていきたいなというふうに思います。ちょっと我慢するということですね。でこうキャベツを炒め ながらですね、玉ねぎのことをちょっと忘れていたという感じですね。ほんで今思い出して玉ねぎを入れると、これは同時に入れたらいいんですけども、ちょっと玉ねぎの存在を忘れていたんで今入れているという形ですね。そういう形になっております。で玉ねぎを入れて、キャベツを炒めながらですね、しんなりするまで炒めるという形ですね。それを今やってる作業ですね。ちょっと遠いんですけどもやっております。なんか落ちたもんも、炒めていくと、3秒ルールですか、落ちても3秒以内やったら大丈夫という、キリンの、田村さんがね言ってた3秒ルールですね。ホームレス中学生の、田村さんが言ってた、その本を僕も読みましたけどもね、それで言ってたやつですね。3秒ルール、5秒ルール、ちょっと忘れましたけども、そういうのがありましたね。そういうのを僕は採用していると、採用しているというほど大げさなことではないんですけども、それはもったいないんでね、使っていくという形ですね。で、順調に、炒めているという形になっております。ここでね、どういうタイミングでね、コチュジャン味のね、ホルモン炒めのホルモンの中身をね、入れていけばということを確認してるところですね。こんなもん確認せんでも、ある程度炒まったら入れたらええのに、わざわざ確認してると。この辺がね、酔っ払ってるんで、おーっと、またここで酒を飲むと。
酒を飲むと。かなりのんべですね。自分で言うのもなんですけども、あのお酒が好きと。お酒は好きなんですけど、チートデイの水曜日と木曜日しか飲まないということで、あの、やっているという形ですね。で、炒めながらですね。もうちょっと炒めようかなという感じで思ってるところなんでしょうね、これね。これは、うちはね、オール電化でさせていただいてます。いうことですね。オール電化がいいんか悪いんかは、体に悪いっていう、意見もありますけどもね。うちはオール電化なんで、オール電化でさせていただいてるということですね。だいぶ痛まってきたんじゃないかなと。そろそろ中身、おーっと中身の方をこう見ていきますね。中身を入れていくという感じになっておるんですかね。そうですよね。中身を入れないと、始まらないんで、入れていくという形ですね。そうですね。考える必要はないですね。もう入れるしかないんで。何ですか、ホルモンを入れていくと。コチュジャン味のホルモンを入れていくという作業を早くしていただきたいですね。で、袋を開けようと思ったらね、一応ちょっとこう開け口はあるんですけどもね、開かないんですね。開かないんで自分でハサミを入れて、開けやすいようにして今、開けて、入れているという作業になっております。で、しっかりと中身を、もったいないことがないようにね、全部を入れるように、しているという作業ですね。それを今やっているというところですね。やっぱりこういうのはね、しっかりと全部入れないと、もったいないという気持ちがあるんでね、入れているということですね。ほんで、こっから、まんべんなくソースが、野菜にも、こう交わるようにね、こう炒めていくという作業をすると。作業言うてますけども、まあ作業というか、まあ料理と言えるようなもんでもないんですけどもね、そういうことをしていると。でも、このことをすることによってですね、家族は助かるということで、僕としては嬉しいかなというふうに思って、やっております。こうやりながらですね、どんどんこう温めていって、で、今ちょっとね、火力をね、緩めました。今、何ですか、皿を用意して。ほんで、ここでちょっと休憩というか、もうちょっと炒めるというか、熱を加えるために、お酒を飲んでいると。で、お酒を飲んでですね、次の作業、また作業言いましたね。作業ばっかり言ってますね。で、料理をしていると。炒めている作業また言いましたね。ということをやっているということですね。で、もう少ししたら出来上がるかなという感じですね。出来上がりますね。で、最後にニンニクですね。ニンニクを入れるということですね。で、朝から、朝一番から予約は入ってるんですけども、マスクをしながらですね、僕は施術をするんでですね、ニンニクを入れてもいいという判断をしました。判断というか、まあ判断というほど大げさなことではないんですけども、美味しくなるために、ニンニクを入れさせていただきましたということですね。で、こうやって炒めていく間にですね、もうちょっとで出来上がるという感じを僕は思ってるんですね。出来上がりますね。そうですね。で、こう、美味しく、いただき、おーっと、ここから、お皿に移していくというところですね。酔っ払ってはいるんですけども、これぐらいの、ことはできるということを、こう、動画で示していると。お酒を飲みながらできることを言っているということになりますね。ということで、これがホルモン炒めですね。コチュジャンのホルモン炒め。ということで、以上となります。ありがとうございます。